象庁は4月9日から5月8日までの1ヶ月予報を発表しました。まずは気温の傾向です。この先1ヶ月は南から暖かい空気が流れ込みやすい気圧配置となる日が多く、東日本や北日本を中心に平年より高温となる見込みです。北日本や北陸の山間部で雪の残っている地域では急速に雪解けが進むため、雪崩や河川の増水などに注意をしてください。また晴れる日は30度に近づくような気温になってもおかしくありません。屋外で長時間過ごす機会が多くなる方は水分補給をとるなど、季節外れの熱中症にならないように注意が必要です。続いて降水量です。天気は周期的に変化し、北海道から九州におけるこの先1ヶ月の降水量はおおむね平年並みとなる予想です。一方、沖縄や奄美では湿った空気の影響を受けやすく、この先1ヶ月の降水量は平年並みか平年を上回る予想となっています。この先1ヶ月は高温傾向が続く予想で、大型連休の頃には熱中症や紫外線の対策も必要になってきます。詳しい気温や天気の情報はウェザーニュースアプリから確認することができます。ぜひご利用ください。